待って、ちょっとムカデ先にしとこう。待って、やった、捕まえた、見せないで。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで今回は離島の方に行ってみようかなと思うのだけれど、多分マイル貢献交換できるぐらい溜まったはず。姿勢さんがもう疲れて寝てる。めっちゃ寝てるよ。ね、飛び盛りやったら姿勢さんがうとうとしよるときには、夢見の館ができるはずやったけれど。今回夢見さんは出てこんのかな？その代わりの、堂々たちですか？マイル貢献をプリントしています。マイル貢献の発見が完了しました。ご旅行の際はこちらをお持ちの上、あやな飛行場よりご出発くださいませ。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。なんか、来たことない島やね。ここは一体どういう島なんやろ。なんか真ん中に、ここぐるっと回ることはできないのか。真ん中になんか、高い山が、どういう特徴のある島、ここは。いまいち私にはよくわからないけど、とりあえずちょっと釣りでもやってみる。なんかいろいろと特徴のある島があるっていう風に聞くけど、ここは？来い。はい。来たー。これは？スズキを釣り上げた。スズキじゃなくてスズキなのね。なるほど。別に釣れる魚も普通やね。ことは上に何かしらあったりとか。よいしょ。なんか別に特にな感じやけど。あ、ちょっと待って。そこの穴掘っとこう。よいしょー。あ、卵。そっかそっか。島でも取れるんやったよね。そういえば。なんか特に、大した特徴はないような気がするけど、この島。ね。一番上に上がってみても、特に何も。なんか岩がいっぱいあるね。それは何か関係があるんやろうか。とりあえず穴を掘っておく。よいしょ。イエーイ、地面の卵。でもレシピが思いつくほどはないんよね。なんか周りに石もいっぱい落ちてるし。よいしょ。さあ、それじゃあとりあえず。は。岩を叩いておきましょう。別に特に何がっていうこともないよね。普通。岩が多い島なんかな？もしや。は。卵がいっぱい取れるぜ。あ。あ。よ。ああ！私のスコップが、しょぼいスコップが壊れちゃった。で、あとなんか木の枝もいっぱい落ちとった。ことは、ここで斧作れるか。ちょ、その辺に落ちてる木の枝を拾ったら、作れそうじゃない？よし。5本ぐらいあるやろ。あ、ちょっと。1、2、3。思ったほどいっぱいじゃなかった。あ、でも揺らしたら出てくるか。なに？家具出てきた。何の家具？トイなスクリーン。どんな感じ？あ、ちょっと待って。なるほどね。
壁に貼るやつかな。あー、待ってよ待ってよ、待って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 、やだ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 、無理無理。いや、離島で出てきた場合は絶対無理やん。蜂に刺されちゃった。いてて。まあ、そうなりますよね。あ、もうこれで作れるんじゃない？よし。あれ？はい。方向が違うってことか？あれ？作れんくね？こっちか。はい、斧を作ります。あれ、私斧作りよったっけ？待って、斧持ってない？普通に。スコップが作りたかったような気がする。まあ、いっか。まあ、いっか。とりあえず地面の穴は全部掘っとるけん。まあ、困ることはない。よし。で、まあ、斧でも叩けるしね。石。とりあえず2箇所やったけん。びっくりー。ちょ待って、あれ取りたいんやけど、ムカデ。ちょ、待って待って待って、網網網。そこのムカデ、消えた。なんてこと。めっちゃ今私、ゾワゾワってしてるけど。まさかの取れんかった。あ、でも島でさ、なんか地面とか木とか、そういうとこから、卵取れるけどさ、でもあの、空のやつ飛んでこんよね。待って、ちょっとムカデ先にしとこ。待って！やった、捕まえた、見せないで。これは、ムカデを捕まえた。触っちゃダメ、絶対。何それは、私は悪い例ですっていうこと？触っちゃダメ絶対って言いながら掴んどるけんね。ういー。ムカデめっちゃ出る。超出る。そしてすぐに消えた。落ちたんかな。卵めっちゃ出るやん。地面の卵が欲しいんですけど、私。岩ではなく。なんか金鉱石が大量に出る島とかもあるって聞いたけんさ、それかと思ったけど違ったね。ただただ岩がいっぱいあるだけやった。よいしょ。とりあえずこんなもんかな。別にもうあれやろ？なんかサメが出るとかでもないやろ？サメとかがね、いっぱい出る島もあるらしいんよね。そういう、特別な島に行きたいんですが。この子は？また鈴木とかかな？しょぼい釣り竿。さあ、おいで。いい場所に行ったね。よし、来いー。お、タイやん、タイ。タイを釣り上げた。こりゃめでたい。タイ初めてじゃない？やったー。てかほら、魚が出る量もめちゃくちゃ少ないし。さあ、それじゃあ帰りますか。あ、そういえば、たぬきマイレージ。とりあえず、石の上にも3年毎日コツコツキャンペーン。たぬきマイル 100×2。以上か？あ、木の葉に隠れて。木を揺さぶったら葉っぱが落ちてきた？そんなの当たり前だもん。え、葉っぱかと思ったら家具だった？ラッキーな発見をした人にマイルのご褒美だもん。おー。肩書き、きままなみ。たぬきマイル300マイルゲット。なんか意外とね、家具出てきたの初めてやったね。飛び回りの時結構な確率で出てきよったけど。実はね、さっき向こうの方で落ちてたイースターのバッグのレシピを拾っちゃったんだ。バッグ？せっかくだから君にも作り方を教えてあげようと思ってレシピをメモしといたよ。ありがとう。
さーて、次は材料の卵を集めに行かなくっちゃね。忙しいなーでし。ちょっと待って、とりあえず。違う。留守にしてるんだ。ごめんよ、ライオネル。博物館と間違えた。そんなことあります？はい、ふうたくん。とりあえず、ムカデとタイかな。ススキは寄贈しとったはず、きっと。あ、タイ寄贈しとんか。なるほどね。じゃあ、タイは売れる？売れるんやったら、金額いいんじゃなかろうか。ひ、ムカデ。あ、いえ、なんでもありません。それで、どうされます？やはり解説をご希望でしょうか。解説して。あ、聞きますか。それでは、5本。ムカデは漢字でムカデと書きますが、実際の足の数は100本もありません。見た目通り毒を持っている虫なので、噛まれてしまうとひどく腫れます。出くわした時は気をつけてください。肉食なので何でも襲うそうですよ。決して買おうなんて思わないでくださいね。ゴキビリを食べてくれるらしいんですが、私は遠慮しておきます。はぁ、気持ち悪い。まあ、それはさておき、たとえ苦手なものであっても、責任を持って大切にお預かりしますよ。ありがとうございました。まあ、ムカデはね、多分、虫が平気というか、まあ、普通の人でもムカデは嫌いやと思う。気持ち悪いと思う。さあ、それじゃあちょっと、売り払うついでに、薬も買いたい。どうも。アイナさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。タイどれぐらいで売られるかな？でも結構いいと思うよね。1000ベルぐらいいくかな。タイとスズキと、トイナスクリーンはちょっと飾りたい。以上かな。はい。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計。思った以上に高かった。おー、ありがとう。ありがとうございました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。3000ぐらいいったんかな。ちょっと待って、薬。トタロの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お申し付けくださいませ。ってことで、お薬くださいまし。1個で。はい。ってことで、ここで直していこう。お薬。ふぅ。そんな見に来なくていいよ。ふふ。おいし、それじゃあちょっとイースターのバッグが作れるかどうか、見たい。DIY で何か作ろっかな。あ、ちょっと待って。そういえばレシピ覚えてないやん、私。はい、これでイースターなバッグを覚えまして。作れるだろうか。イースターなバッグ。かわいい。派手やけどかわいい。イースターなバッグができた。なるほどね。あの、ポケモリみたいな感じで、こういうバッグシリーズもあるんやね。見て。え、かわいい、かわいい。え、めっちゃいい。ほら、超かわいくない？良きだね、良きだね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。みんなも結構なんか、いろんなところでレシピを見つけてきようんやね。でも多分あれは、私は、住民自体じゃないと見つけれんレシピってことか。